YouTube の皆さん、岡田博です、えー、ちょうどですね、大本線ミニぶらり旅の帰りにですね、ちょっと偶然こんな駅舎を見つけちゃったんですね。えー、今、大本線の中川って駅にいるんですけど、この駅舎ですね、ちょっと横から見ると、これ皆さん見てください、どっかで見たことないですかね。この駅舎,この駅舎なんですけど、 なんかぼこぼこ凹凸ラインがあるんですけど、これ、皆さんご存知ですかね、どこかで見たことないかなと思うんですけど、駅舎の内部はこんなふうになってますね、無人駅なんですけど、はいこんなふうになってます。はい こんんなな風になってるんですね結構広いですかねで発車時刻表はこんな風になっててあ上り下りともに1時間に12本といったところでしょうかね山形方面行く電車結構多いんですね米沢方面はみんな1時間に1本といったところですかね あーこの国鉄風の駅名看板、これ、いいですねこれなかなかいいかもしれない、これ、好きな人に忖度してーないやー、こんなレトロな看板があるとはいいですね、外から見るとこんな感じなん、中から見るとこんな感じですね。 これ皆さんどっかで見たことないですかね、この駅舎なんですけど、これ、皆さんご存知ですかね、実はですね、ここ中川駅は、ですここ、大本線中川駅は、これ、東日本鉄道と東北地方唯一のあの貨車の和風駅舎なんですよ。ははいここはですね 東北地方こと東日本鉄道で唯一のあのワムの貨車駅なんですね。あの、このワムの駅、ワム駅車の貨車のワム駅車はこれ東北地方東日本鉄道じゃ唯一ここだけなんですよ。実はなんですけど多分ここだけなんですよね。で、しかも外から見ると 外から見ると、なんと三角の駅舎とコラボしてるんですよね。これ、独特ですよね。ワムカシと三角駅舎がコラボしてるんですけど、なかなか独特で味わい深い駅ですけど、あー、これ背後に山入れると、これ、なかなか絵になりますね。ぐっときますね。あー、これ、ぐっときますよ。 これなかなかいいですねあーこれサムネイルにしようかなこれなんかすごい味わい深くてグッときますよこれ あグッときますね、サムネイルはこれにしようかなで駅前通りはこんな風になってるんですね、あー、酒屋さんがあって、なんか小さな集落ですね、なんか小さなこう山村の集落ですかね、駅前通りはこんな風になってるんですよね、小さな山村の集落にある駅舎。 駅といったところでしょうかね。かつてこの駅前通りはかつては相当栄えていたかもしれないですよね。この駅前の酒屋さん、なんか味わい深いな。これが駅前通りですね。いやー、偶然こんな偶然。このような。こんな超レアな駅舎に出会えるだなんてこれは人生初ですよ。 本当にこれマジでグッときますねなんか三角駅舎とワム駅舎かこのコラボがいいですね独特ですよだって東北地方じゃこのようなワム貨車は絶対ここだけだろうなとは思うんですよねでちなみに今ちょうど5時ちょっと過ぎですね これなんだトイレああぼっトんだやめよういやぼっトん俺あんま好きじゃないんでやめようすごいなこの三角この三角和ムカシ駅これ本当に味わい深いですよね インターアーバン6304さんの動画だと、ワンムカシャ駅ってあれ、わらびたい駅だっけどこだったかなちょっとごめんなさい。ちょっと後で調べてみますけど。あと、関東だとお、大本線の、あ,あ関東だと、あがつま線の、なんて駅だ、あ、あがつま線の合原駅なんか、合原駅も、あがつま線の合原駅が、 なんか唯一の、関東唯一の貨車駅なんですよね。ワム貨車駅だったかなと思います。五原駅なんですけど、違ったかなこちらが近距離料金表ですね。こんな風になってるんですけど、一応今回乗車したのは、この上野山温泉という米沢館ですね。この区間だけ乗って、で、上野山温泉と米沢で山形新幹線じっくりとって、ちょうどこの中川駅が、 あの唯一のワムカシャ駅だったんでちょっと急遽寄りましたちょっと偶然新たな調理穴発見したんでここちょっと寄ってみましたで俺今この中川って駅にいるんですね上野山温泉から2駅目で米沢駅だと4駅目ですねいやーこんな調理穴発見ができるとは嬉しいですよあ証明書発行機もちゃんとあるんですね そしてこちら一番線なんですけど、一応、この一番線が、ちょうど、この一番線ホームがちょうど、米沢方面ですかね。あれ違ったかな一番線が米沢方面でいいんだよね。違ったっけ そしてホームの端に来たんですけどこちらがですねちょっとぼやけちゃってごめんなさいこちらの線路は上の山温泉山形新庄方面になりますねこちらの線路は上の山温泉新庄方面になるんですけどあれこの先、単線になっちゃうんだえ大本線ってこの中川駅から先は単線になるんけ これ知らないけどあこっから先単線になっちゃうんだまたえこれ複線単線の繰り返しが続けんけよ大本線ちょっと分かりませんけど知ってる人いたら教えてほしいですねこの大本線の単線複線について知ってる人いたら教えてほしいですねでこの先は、えー、上野山温泉山形新庄方面になりますね ああ、夕日がいいですね。ああ、このサムネイルにしようかな。あ、夕日がいいですね。これなかなか絵になるかも。ああ、これぐっときますね山ご。山の向こうの夕日すごい幻想的ですよ。これにしようかな、サムネイルね。いやいやいや。これじっくり映そう。 いやあ、じわい深いないやーこんな新たな発見ができるとは、本当にいいですね。いやー山の向こうの夕日が幻想的で、素晴らしいですね。ちょっと間違ってたらごめんなさいですけど、こちらのホーム一番線は、これおそらくは米沢福島方面になるかなと思いますね。で、通りはボットンなんで見ません。俺、ボットン好きじゃないんで、 一応、ホームの端って夕日を見てみるかであと,と忘れてたんですけどこの,あの中川、この大本線中川駅は2面2線相対式二面二線になってますね。で長さは あー6両、4両分ぐらいかな多分これ、6両分ぐらいはあるかなと思いますね。ああ、いいな、これ。あー山の向こうの夕日がいいですね。これ、ぐーっと来ますよ。これ、なかなかいいですね。味わい深くて。いや、これはいい発見だ。 でそしてこちらの線路なんですけど、えー、ちょっとぼやけちゃっててごめんなさいこちらの線路は山形福島あ米沢福島方面になりますねこちらの線路は山形福島方面の線路になりますねちょっとちょうど暗い時間でぼやけちゃってごめんなさい ああ、夕日がすごい幻想的。ああ、もうなんか暗くなってきましたね。いやーこれなかなか絵になるしさ、すごいグッと来るよ。いや、本当にこの時期、秋の時期は本当に日が暮れるのは早いですよね。いやー和ワムカシャ駅をさ、 体験するのはこれが初めてですねああなるほどこんな感じかちなみにこれ自由通路になってるんですねこれあ中川駅ですけどこれまたじっくり写しておこう ここれ大事なところですね駅名標、これはじっくり映しておきたいですね。よしいやー、人生初のワムカシャ駅かあの、インターバン、あれ、どこだったかな、インターバン63043であった。 函館本線のワムカシャ駅、現地調査どこだったかなちょっとごめんなさい、知ってる人いたら教えてください。いや、これ本当に変わった駅舎ですよね。だってこんなワムカシャ駅は絶対ないですよ、これ。 そしたら反対側の方にも行ってみるか <laughs> いやーだってさ和ムカ駅だって俺全然体験したことないしそうですよね YouTube 開始以来初めてですね吾妻線のハ原駅も今度行ってみようかななんかハ原駅も和ムカの駅だったっていうのを聞いたんですよね違ったかないやーこれ貴重な体験だよ本当に。 このような超レアな貨車に出会えるとはね、すごい発見だよ。はい。え、それではですね、ちょっと尺の都合でですね、次は二番線方向現地レポート行ってみたいんですけど、ちょっと尺の都合でですね、一旦カットしたいと思います。えー、そろそろですね、限界ちょうそ15分になっちゃうんで、 一応中川駅は前後編に分割して配信しますね。向こう側の2番線ホームにも行ってみたいと思います。ちょっと尺の都合でカットしたいと思います。それでは。